はい。比較。今日はね、比較という。比較ってわかるの？うん。比べる。比較がちょっと忘れたけど、いや、比較やけど、まあね、あのね、まあ、新学級と新学年になったけど、人と比較せんように、っていうことを言いたい。まあ、なんでかというとね、まあ、俺らみたいな子じゃなくても、人と比較しないこと、まずずっと思っとる。あの人にはできて、俺にはできんとか、あの人は点数何点だったけど、俺は0点だったとか、そんなしょうもないことで比較して、自分の自信がなくなっていくっていうのが一番面白くないことない。比較する必要はないけど、一人一人、個人個人、能力も何もかも違う。ね、家族だって違う。一人一人、たった、もう、まあ、分、ジャンルに分けて、100個ぐらいのジャンルに分けて、同じ共通点っていうのは何個かあるかもしれない。でも、ほとんど違うけど。100個が100個、100個全部重なっていく人なんておらんけど。だから、個人個人ね、全く別物ですよっていう。いうこと。で、まあ、そのためにも、常に、水。俺はね、自分で買って読むんだけど、目が出るっていうね。土に種を植えたら、水をかけとったら、芽が出る、雑草でも何でも、芽が出る。その、芽が出るためには、芽を出すためには、やっぱり、水をあげとかねえけどよ。あげんかったら芽出んよ。ということで、その、個人個人ね、いつスイッチが入って、いつ芽が出てくるかわからんってこと。今日出るかもしれない、明日出るかもしれない、誰もわからん。自分もわからん。人生、今、80歳、90歳ぐらいまで普通に生きれるよ。どんどんあの医療も進化していくわけ。人生100年で生きれる可能性があるわけ。100歳だ。そしたらまだ10代なの。俺も40代。言うたら、俺だってまだあと40年は生きれる。で、俺の40代で、芽が出てない。芽が出てないとしたらね、俺が。俺はもう出たと思ってる、自分。もう芽が出とるけん、今こういうふうに。こういうね、立場で折れるっていう。芽が出とる状態。でも芽が出てない人もいっぱいおるわけ。で、60代で出るかもしれない。70代で出るかもしれない。80代でも出るかもしれない。カーネル・サンダースのケンタッキーの人は70代だったね、確かね、この辺勉強したところ。70代でケンタッキー作ったね。70歳で芽が出たね。ね、わからんけど。だから、10代でいちいち比較する必要がない。20代でも比較する必要がない。だから、常に水あげてっていうこと。水をあげるっていうことは、イメージよ。本当に水をこうやって俺らにあげるんじゃなくて、水をあげるということは常に意識して何かに頑張っとけばいいと。それが水をあげとる状態。何か一つでも頑張ろう。いや、俺ならできる。俺はいつか芽が出る。今出てないだけ。いつか出るんだ。でずっと思うってことが水をあげおる状態。あ、ダメだ。俺なんてダメだ。なんで生きてきたの？なんで俺なんか生きた生まれたんだって思っとるっていうことは水を止めとるじゃん。だから常に俺はいつか芽出すぞと。変な自信をね。いつか芽が出るんだ。誰でも出るんだって思う。水をずーっとあげ続けたらいつかポンと出てくる。そういうことは言いたい。だから絶対比較するなっていう。以上。以上。おしまい。おしまい。